していると。まあ、しかしそれにしてもそのこの後のことを考えると、まあ、なっているということだと思うんですが、今年のまあ終わりまでにはチャベスとの一戦が組まれるのを楽しみにしている。当然これ両者もう自覚してのリングということになりますからね。そうですね。まあ、共にオスカーデラホエには敗れたんですけれど、ギニアウェルター級ではそのトップクラスの実力を持ってますね。まあ、相手についてはよく知らないんだけれども、ハードに準備してきたので、何が起ころうとどんな相手であろうと対応する自信があると、こう言っていますゴンサレス。今日はどういった試合を見せてくれますか。これがゴンサレス、世界戦は13試合目ということになりますが、過去11勝1敗5 KO 勝ちという世界戦のレコードを持っています。この1敗が先ほど言った、デラホエ予選なんですよね。そうなんですね。さあリングの中央にジミー・レノン・ジュニアが登場してまいりました。まもなくリングアナウンスが始まると思われます。ジュニアウェター級のノンタイトル10回戦、ミゲル・アンヘル・ゴンサレス対バート・ロベルト・グランシオータの一戦。今日はこの試合の他にクリスティ・マーティンの一戦、それからチャベスの一戦、さらにお待ちかねのリマッチ、イベンダー・ホリフィールド対マイク・タイソンの試合が最後に控えています。現在このゴンサレスのランキングが2位で、チャベスが1位にランキングされてるわけですね。はい、はい、でチャンピオンは今空位という状況です。結構浜田さん、はい、この映像になると、まあ、ここから肉眼でも見ることができるんですが、リラックスしてますね。いや本当に練習感覚の感じを受けますよね。まあもう少し、緊張感あってもいいんじゃないかという感じはまあ受けますけどね。まあそれぐらい力に差があるんだという自信かもしれないですね。なるほどね。まあ、このゴンサレス、現在英語を猛勉強中だということで、共同記者会見では英語で挨拶をしていました。非常にやんやの喝采を受けていましたゴンサレス。まあ、やはり大きな舞台、トップクラスでどんどん戦っていくということになると、アメリカの舞台にどうしてもなりますからね。英語は必要になりますね。まあ、英語勉強するのもいいですけどね、もうちょっとパンチつける練習もしっかりやってほしいですね。そうですか。うん、ゴンサレスはね、はい、非常に当てるのうまいんですけど、ね、はいはい、やはりグローブを開き気味なんですね。あ、だからね、パンチをもう少し強く決める選手っていうのをすると、もっといい選手になります。そうです。さあ、その辺を注目してご覧いただきたいと思います。さあ、ジミー・レノン・ジュニアです。As we have a big night of action coming away, brought to you by Don King Productions and King Vision in association with Showtime Event Television, the MGM Grand and Gold Premium Beer. At this time, ladies and gentlemen, before we present this bout, we ask your attention for a solemn and serious moment as Don King Productions dedicates tonight's event to the memory of Dr. Betty Shabazz, along with the many, many innocent victims of crime and violence. We honor their memories with the traditional boxing tribute. At this time, ladies and gentlemen, please rise as our timekeeper tolls 10 for the memorial 10 count. Thank you very much, ladies and gentlemen. May God rest their souls and make this world a better place to live in. Well, fans, at this time we present a special attraction coming away. 10 rounds of boxing scheduled. アルコメントの奥さんのご冥福を祈るための10カウントだということです。The chairman is Dr. Elias Ghana. Introducing to you our judges scoring this bout from ringside. Bill Graham.Dolby Shirley and Paul Smith. And now here's our referee in charge of this bout. He'll be giving instructions after the introduction, Jay Nady. All right, fans, here we go. Introducing to you first on my left, fighting out of the blue corner,
wearing gold trunks with black trim. He's originally from Samar in the Philippines, now fighting out of Honolulu, Hawaii. He weighed in at 144 pounds. His record stands at 31 wins, 17 losses, 3 draws, and 16 wins coming by way of knockout. Welcome a fighter they call the Hawaiian Gladiator. Introducing Roberto Granciosa. And his opponent across the ring on my right, fighting out of the red corner in this 10-round attraction, wearing black trunks with gold trim, hailing from Mexico City, Distrito Federal, Mexico. He weighed in at an even 145 pounds. His outstanding record includes 42 wins, 1 loss, 32 wins coming by way of knockout. Here is the former WBC lightweight champion of the world, currently ranked the number 2 contender by the WBC and the WBA, introducing Miguel Angel Gonzalez. さあ、ジュニアウェルター級の10回戦です。Now to give instructions.この試合をさばきますレフリーはケリー・ネイディ、ネバダ州ラスベガスのレフリーです。まあ、この両者は実際にはジュニアウェルター級なんですけど、今日のウェイトはウェルター級にちょっと入ってるんですね。そうですね。ミゲル・アンヘルの方がですね、145ポンド、はい、グランツヨサの方が4ポンドオーバーで144ポンドですね。はい。さあ、両者がコーナーに分かれます。どういった戦いぶりを見せてくれますか、ミゲル・アンヘル・ゴンサレス。相手はフィリピンの31歳、バート・ロベルト・グランシオサ。まもなく戦いのゴングが鳴ります。こうしてる間にもどんどんお客さんが膨れ上がってきています。スタンドに観客がどんどんと入り込んできました。さあ、試合開始です。ジュニアウェルター級の10回戦。黄色のトランクスがバート・ロベルト・グランシオサ、黒のトランクスがミゲル・アンヘル・ゴンサレス。左を出していきます。黄色いトランクスでサウスポーの方がグランシオサですね。これコンバーテサウスポーと出てますから、サウスポーに変えたということになりますかね。そうですね。そしてスイッチヒッターだって言ってますけどね。距離をたっぷり取ります。グランシオサ、ハーリング、ボディを打っていきます。ゴンサレス左のクロスから手数はグランシオサはよく出します。左を持っていきますが落ち着いています。ゴンサレス当てていません。浜さん、ゴンサレスは落ち着いた立ち上がりですね。落ち着いて、そしてやっぱり余裕ありますね。まあそれはやっぱり今までの実績ありますからね。そうですね。そういった面では本当にリラックスしたような立ち上がり、はい、いつでも攻めていけるという表情してますね。それとまず左フックを大きいの振ってますよね、はい、あれを大きいのどんどん振りながら入っていくとサウスポーツすると何回やな感じするんですね。あ、そうですか、はい、あ、いいボディですね。かなりボディーブローを出しています。右のストレート、いません。また右のボディです。ゴンサレス、プレッシャーを徐々に強めていきます。静かなんですが、浜田さん、はい、ちょっとグランシオサもうプレッシャーかかってるような感じがありますね。どっちかというとゴンサレスの方がですね、ゆっくりゆっくりじわりじわり入っていってますからね。ですね。それはやっぱり何も言わずにプレッシャーかかってますよね、はい。それとゴンサレス右をどんどん
打ち込んでいってますけど、その前に左のフックを大きく振ってるから、あの右が生きてるんですよね。この左ですね。ちょっと抱え込みました、グランショーサ。相手のパンチを抱え込んでいます。サイドのボディを打っていきました。ゴンサレス。ここで第1ラウンド終了です。まあ、序盤グランショーサ良かったんですけどね、中盤以降この1ラウンド目ゴンサレス良かったんで10対9つけますね。ゴンサレス、浜さんどうでしょう。私もゴンサレスの10対9です。そうですか、はい。ですね、採点基準またいつものように申し上げたいと思いますけど、有効なクリーンヒットですね、はい、そして構成、そして防御技術ですね、そして最後にそのリングジェネラルシップ、はい、どちらがペース取ってるか、こういったことでですね、特にこのネバダ州ではですね、10対10をつけませんね、もう非常に微妙なラウンドでもですね、10対9振り分けます。だからですね、例えば3ラウンド目1対9かなり明らかな差で取ったと、次のラウンド本当にどっちか分からないようだけど逆に10対9逆の方についておかしいじゃないか、これおかしいと思ったらこの振り分け採点は成り立たないわけです。各々のラウンドが独立した戦いである、はい、それの採点の積み重ねで採点されると、そういう思想なんですね、はい。さあ第2ラウンドです。ジュニアウェルター級の10回戦、右のストレートかなり強めに打っていきます。ゴンサレス、スーパーライトウェイトスペシャルアトラクション、まあ、ジュニアウェター級のノンタイトル戦です。状態をかなり激しく振り始めました。ゴンサレス、さあ右のストレート、浜さんちょっとゴンサレス変わってきましたね、はい。まあ、あの1ラウンド目の後半からそういった動きに出てきましたね、はい。さあこの相手、中盤あたり、料理しようかという状況ですよね。もうかなり読めたということでしょうか。もう読めてますね、はい。左をパチンと当てます。 あとはいつ頃ロブロ、攻め込むかでしょうね、はい。ブレイクをかけました。あのおっとグラツきた、グランショーサー。このレフリーのジェイネーディっていうのはですね、はい、あのルイスと小泉とあのマヌエルメディナの再戦ですね、マニラで、まあ、5月の17日ありましたけど、その時のレフリーですね、はい。あ、はい、どうでしたかね。じゃあ小泉さん、かなりはっきりと覚えてるレフリーですね。あ、そうですね。右のボディブロー、浜さん、かなりボディブローが目立ちますね、はい。あ、そうですね、特に右ストレート、右フック気味、それがボディに入りやすい角度なんですね。あのサウスポーに対してですよ、はい、ちょうど今のですね、またボディブロー入りやすい角度なんですね、ちょっと引くかなという気持ちますが、果敢にボディを打っていきます。ゴンサレス、まあ、あの小泉さん、レフリーといいますと今日のですね、ホリフィールド・タイソンのレフリーがミチ・アルパンからミルズレインに変わりましたね。これ大騒動だったですね、直前まであのミチ・アルパンで前回のレフリーだったんですが、はい、それが変わってしまいました。というのはちょっと簡単に説明していただきます。まあ、タイソン陣営からですね、この同じ大試合をですね、その同じレフリーを選出するというのはおかしいんじゃないかってネバダ州コミッションに猛抗議したんですね、まあ、それも一理あるんですけどね。ただコミッションが決めたそのレフリーをですね、この覆すっていうのも前代未聞ですよ ね、 もう新聞発表もされて後でしたからね、はい。まあ、という話はまたそのメインのカードの時にお話したいと思います。第2ラウンド残り、このラウンド33秒、頭をぶつけてきました。グランシオーサー、あ、今注意を受けます。まあ、このラウンドもあのゴンサレスがですね、右からよく攻めてますよ ね、 ですね。ただあれに返しの左フックがあるとですね、もっと効くんですけど、右打って左アッパーボディですね、はい、もう一回左フック上返すとですね、トリプルブローでね、今の形ですね。いいコンビネーションです。ゴンサレスの場合はあの左フックがちょっとオープンになるんですよね。第2ラウンド終了です。ポイントは10対9ゴンサレスです、はい。私も10対9ゴンサレスです。どうですか、はい。あ、マイク・タイソンです。会場入りしました。浜田さん、はい、今回はこのマイク・タイソンが、まあ、スキンヘッドといいましょうかね、かなりあの刈り上げてるんですよね。あれだけ見たツルツルに、そうですね、見たのは初めてじゃないですかね。
WBC の初めて世界戦行った時がかなり短かったという印象もあるんですが、まあ、どちらが短いというのはちょっと比べることが、できないのであれですけれども、本当にイメージ変わったなという感じはしましたけど ね、 そうですね、はい、とにかくこれだけ短いのはもうほとんど見たことがないですね。何年か無理でしょうね、まあ、なんとなくこうアップをしながら入ってくるというような感じのタイプソンです。さあこれからリングは第3ラウンドを迎えます。ミゲル・アンヘル・ゴンサレス、まあ、この後チャベスとの大事な試合が行われようというこの選手です。ゴンサレス、小泉さん、トレーナー変わったんですよね。前回皆さんご存知だと思いますがエマニュエル・スチュワードがついてたんですけれども今回から外れています。そうですね、前回のデラフォーヤ戦でちょっとうまく合わなかったみたいですね。まあ、それとですねエマニュエル・スチュワードというのはですね非常にやっぱり、まあ、高いトレーナーですよね。だから大試合の時はついてもらえるんですけどこういう試合はですねやはり、まあ、頼みにくいんですよね。もう今エマニュエル・スチュワードっていうのは引く手あまたですからね。今でもローブロー右持っていきました。これはローブローです。減点ですか。減点ですね。もうすかさず減点を取りました。ゴンサレスから減点です。ローブローの減点。まあ、エマニュエル・スチュワードも来てましたけれどね、はい、まあ、今オスカ・デラホーヤとレノックス・ルイスを見てますよね。まあ、この試合の前に、6月の中旬だったと思いますが電話のインタビューのカンファレンスがあったんですけれどもその時に言っていたのはどうもメキシコのやり方とちょっと彼の調整の仕方が違ったんだと、はい、だから前回のデラホーヤ戦うまく調整できなかったというようなことをちょっと漏らしてましたけれどもゴンサレス、まあ、いろいろな理由がおそらくあるんでしょう。あといいカウンター気味にボディに狙ってきます。このラウンドゴンサレスがローブローの減点を取られています。おっと浜田さん、挑戦者、はい、じゃないですね、グランショーサの方はどうですか。このラウンドの前半までですね、はい、何もできない状態があったんですよ、ええ、ただ減点取ってから攻め出しましたね、ええ、非常にアグレッシブな面が出てきました。まあ減点取ったんで気分良くしたのも事実でしょうね。あ、なるほど、ベテランです。これが52戦目になります。グランショーサ、レカウンター、カウンターになりました。さあ、おーとダウンです。ダウンです。右を大きく最後振ったんですがそれはおそらく当たってないでしょう。その前のパンチが効いていたようでカウントが入ります。ご覧のように残りはわずかです。さあ詰めていきます。倒せるか、倒せるか。イラッパから左を返します。当たってません。これゴングです。まあ文字通りゴングに救われましたね。第3ラウンド終了です。はい、ポイントとしては10対8ですね、ゴンサレスのラウンド。ところがローブローで1点減点がありますから、はい、結果的には9対8になりますね、はい、浜田さん、倒れたのはどういったパンチだったんですかね。右アッパー、ストレートからアッパー気味のカウンターですね、はい、まあ、やっぱり攻め込んでいってのカウンターですからね、あのタイミングは効きますよ。そうですか、はい、さあ出ます。これですね、サウスポーの右フックを振った時にですね、あ、試合終了です。試合終了ですね。今 VTR が出てるんですがリング上では試合終了を告げました。ジェイネイディが大きく両手を大きく広げました。試合終了です。 TKO3 ラウンド終了ですね、はい、グランシオサコーナーにちょっとチェックに行ったようですね。あ、そしてドクターとも話し合ったようです。ドクターと話し合った末のレフェリーストップ。試合を止める権限はこの全てレフェリーにあります。ジェイネイディが試合をストップしました。ミゲル・アンヘル・ゴンサレス、これで前哨戦を無難に切り抜けたということができると思います。
浜さん、はい、まあ、試合は3ラウンド終了の時点で終わってしまいましたけれども、まあ、あの1ラウンド後半目から見た感じでは、まあ、はい、中盤に勝負かけてノックアウトしようという感じかなと思いましたけど、まあ、これ早まりましたね。ですね。まあ、予想通りといえば予想通りなんですけど、まあ、格の違いを見せつけた試合と言っていいんじゃないですかね。小泉さん、もうちょっと見てそのチャベス戦を占ってみたかったんですけれども、どうですか小泉さん、どういった印象を受けました、この試合で。まあまあ、1ラウンド目戦ってみてですね、はい、グランシオさんにそれほどパンチがない怖い選手じゃないと見たんでですね、積極的に相手サウスポーですから右のパンチ叩き込んでいきましたね、特に右のボディブローを対応しましたですね、で左フックをボディ、そして左フックまた顔面と、そういったコンビネーションで戦ってましたね、はい、ただチャベスと戦う時にはですね、結局チャベスはプレッシャーファイターですからどんどん出てきますね、だからその前進をいかに止めるかですね。じゃあ動くことも一つの方法でしょう、はい、そしてリードパンチをできるだけ簡単にパンパン打ってですね、距離を詰めさせないことが大事。